しまった。ノエル、お逃げ出す。ここは？これはこれは、またお会いしましたね、人形。狭間さん！いえ、結城テルミ。どうした？その格好はよ。なんだよなんだよ、あんだけ嫌がってたのに。いやよいやよも好きのうち？やっぱ忘れられなかったってか？力っつう快楽をよ。そうだよな、その力さえあればてめえは神さえ殺せる。どんな存在でさえ見下せる。劣等感の塊であるてめえがな。違います。これは守るために、誰かを救うために、そして私が私であるための力です。決して人を見下すためのものではありません。違わないね。力は力だ。他者より少しでも強く、少しでも優越感に浸るため、そのために人は力を求める。他者を踏みつける快楽を得るためにな。あなたと一緒にしないでください、結城テルミ。私はこの力で椿を助けます。そうだよ、それだよ。助けますだ？偉そうに。てめえ何様だ？どうよ、明らかにてめえより優れた人間である椿弥生を助けてやるとか抜かせる優越感たまらねえだろ。まあ仕方ねえわな、てめえは人形だからな。人間に焦がれる出来損ないの人形だ。だからよ、ノエル・バーミリオン、人形のてめえが人間様のふりするんじゃねえよ。そうですね。いえ、そうです。私は人形です。でも、それでも私が椿を助けたいという気持ちに偽りはありません。その気持ちがある限り、私はノエル・バーミリオンです。思う気持ちに人間とか人形とか関係ありません。抜かすじゃねえか人形だがな、てめえは必ずもう一度絶望を味わう。そん時にそのセリフもう一度吐けるか楽しみにしてるぜ。私はもう二度と負けません、あなたに。いえ、何より自分に。さてと、あなたとの会話にもう少し興じていたい気もしますが、こちらにもいろいろ事情がありまして、ご協力お願いしますね。十三、お仕事ですよ。了解。あなたはこの感覚、まさかそんな本物なの？対象、自傷変異体と認識。コード不明。データ検索。第十二素体と該当。無落無ユニット起動。動機開始。さて十三、あとはよろしくお願いしますね。時間までたっぷり見つめ合っちゃってください。結城テルミ。第十三素体、あなた逃げるわけにはいかないよね。私、
戦うって決めたんだから。新規召喚、ムラクモユニット起動。私はあなたには負けません。動機順調、観測開始。何この違和感、何かが違う。観測終了、離脱します。この目に残る感覚。ノエル、ノエル無事？あ、レイジェルさん。はい、大丈夫です。とりあえずこの場から離れるわ。すぐに戻りなさい。え、何かあったんですか？いいからすぐに戻りなさい。あなたが戻らないと部屋に入れないわ。ノエル、おいノエル、くそ、開かねえぞこの扉、どうなってやがる。ノエルちゃん、ノエルちゃん、ノエル、返事してノエル。どけ。なんだこりゃ。まずいな、室内の次元が被覆化されてる。外から干渉できん。被覆化？なんだそれ。簡単に言えば時間がずれてる。別の場が生まれていてこっちから干渉できん。この私の結界内で場を作るとは一体どうやった。反省は後だ、今はこの扉を何とかしろ。無理だ、ノエルの認識がこちら側に戻らなければ扉は開かん。ちょ、ノエル、ノエルってば。早く開けて。青だ。くぞ。青、上質、青だ。我を連れて行け、深淵の青。大丈夫かノエル、てめえはノエル、ノエルちゃん。なんだ、わ、我の体。
何この部屋って。ノエル、ノエル返事して。大丈夫、息はあるよ。今直すからしっかりして。ノエルちゃん、ロイか。しまった、そういうことか。私の認識に侵入されたのか。だから反省は後だ。行くぞこら。どけ、ラグナ。なんだよ、かっ、って、おいおい、ノエルを、ノエルちゃんをぶっ殺す。このコールタール野郎は俺がぶっ殺す。てめえ、生きて帰れると思うな。